皆様、こんにちは。今日は2021年1月9日土曜日です。今日の話題は中国の病気の状態と台湾の TSMC の株価はアリババを超えました。台湾の半導体業界はですね、本当に強いです。 まずですね、コメントではありましたが、私は先導ではないかと言われましたが、先導ではないんですね。先導っていうのは、あの、視聴者の方にですね、に対して、あの、まずですね、先導の、あの、先導するっていうのは、基本やり方としてはですね、この社会は不安ですよと。 怖い世界になってきますよと、暗い社会になってきますよと、それを解決するには、私にはですね、方法がありますよと、で、ついてきてくださいっていう意味なんですね。それが、先導するっていう意味なんですね。 ただし、私の動画では基本ではありますがあの、結構私自分自身もプラス執行ではありますので、で皆様にもねあの、よく言いますけれども、これからの生活はより良くなっていきます。より便利になっていきます。生活、ますますしやすくなってきますえ。ますます、えー、寿命もね、長くなっていきます。例えば iPS 細胞であってもね、日本のオリンピック、次は、 あの、2025年の万国であってもですね、あの、世界で最も寿命の長い、 えー、国になっていこうと。そして、100歳を目指す。100歳を超える時代になってくると。それが日本がね、あの、政府がやっていることですが。なので、これからの生活はますます良くなっていくっていうのが私の基本なんですよ。なので、戦闘っていうのはどうでしょうね。まず、社会は明るくなっていく。そして、ますます良くなってくる。というふうに。 今までの動画ではね、言ってきましたけれども、私は戦闘って言われても、私は認めたくないんですね。続きますね。アメリカに誘われてですね、アリゾナ州で製造工場を作ってと誘致されています。台湾の SMC ですね。STSMC ですが。 日本にも誘致されていますが、日本で工場を作ってほしいです。これはですね、作ると思います。日本での工場っていうのは、主にですね、開発、えそしてえパッケージを付与するっていう工場ですね。やはり日本には、えー、特徴ありますので、あのそういうチップ、半導体を製造する原材料がですね、 日本の企業は、あの、ほぼですね、もう特選してるので、あの、日本の企業はないとですね、その材料が、原材料がないと、えー、作れないわけではないんですよ。作れます。ただし、日本の原材料を作った方が、 効率がいいんですね。例えば、100枚のチップを製造します。日本の原材料を使うとですね、99%、あるいは98%、あるいは100%近くの製品が作れます。完成品、合格品ですね。で、例えば、もし海外のメーカーの原材料を使うとですね、残念ながら30%、50%もいかないんですよ。 あの不良率、不確率というのがね、大半は不,不合格になってくるので、そうするとやはり儲かりません、赤字になってくるのでですね、それは良くないです。なので、日本で工場を作るはずです。それとですね、やはり時代が本当にもう変わりましたというふうに言いたいんですが、電気自動車の代表、テスラの社長は世界で一番お金持ちになってきましたね。 マイクロソフトではないです、そしてアマゾンではないですね。 今の時期ですが、例年ですとインフルエンザ、風邪、熱がよく出る季節ではあります。中国の病院は毎年ですね、今の季節になってくると患者さんがいっぱいなんです。日本では緊急事態宣言されても、実は影響はないと思います。えー、気持ちの問題でしょうか、緊急事態宣言を出したかと思いますが、飲食店の、えー、お店の営業時間は多少影響ありますが、でも中国。 中国の場合はですす。ね、戦時体制だと言いますつまり戦争の時代と同じ警戒の体制になることですね。高速道路、国道、空港、港ですね。閉鎖となります。つまり市から出入り禁止なんです。でもですね、特殊トラックは大丈夫です。食材をやはり運ばないといけませんので大丈夫です。飲食店は 出前のスタイルになります。100%。店内での飲食はダメです。ホテルは休業です。 中国では感染者が出るとですね、この人の動きを追跡しようとします。もちろんバーコードありますので、えー、追跡はできます。そしてこの人の周りにいる人をですね、検査をしてもらいます。そしてどうやって、どこで、どうやって感染したかを分析していきます。そしてこの人が住んでいる団地の半径1キロのみーながですね、PCR 検査を受けます。 PCR 検査のキットの信用性は別にしてですね、実は中国のやり方では効果はないんです。中国政府がやっているのはコントロールしたいからですね。できるからだと思っています。すべてのことをコントロールができるという意味ですね。しかしこのような病気、感染病のことですと、コントロールすることは不可能です。 でも、現在中国ではいろんな都市が閉鎖するようになりました。北京でも現在出入り禁止の状態です。ウチモンゴルの数カ所の都市も閉鎖になりました。列車、鉄道も停止になります。 中国では、うチモンゴルうちむんぐを除いてですね、信用、大連はひどい状態になっています。寒い場所で人口が多い場所っていうのが特徴なんですね。中国政府としては、すべて海外からだと言いますが、それはただの言い訳ですね。これで見えるのは、去年と全く同じ状態になります。去年の1月、2月にあったことがですね、 もう一回見ることになりそうです。私もとっても不安ではありますが、でも仕方ないですね。これが今の状態ではあります。去年はですね、あの、年末年始っていう中国の旧正月っていうことで、年末年始があってですね、武漢からたこさんの人間が逃げました。あるいは普通に出かけました。出かけて、 地方に出てですね、特に車で出かけた人間はですね、とてもかわいそうでした。車のナンバープレートは、やはりね、でわかりますけれども、武漢から来ていると。そうするとですね、あの、私も実際的に友達から連絡があったんですが、えー、自分のマンションの下にですね、そう,う車が止まっていると、えー。きっと逃げてきたと。 そうすると、次の日か次の日に写真があったんですが、いたずらされてありました。やはりもう車がね、あの、むちゃくちゃされてしまいました。やはりここに止めるなと。やはり、あの、帰れ、帰れという意味なんですね。そして、武漢から逃げた人間としても、やはり身分証明書を提出して、ホテルとかにチェックインしますが、ホテルは、大きいホテルはですね、営業されていますが、でも、ね、チェックインは不可能です。 やはり、武漢から来ているという意味であの拒否されてしまいます。飲食店もお店もですね、もう営業の停止でしたので、武漢の人間は当時はですね、去年はとてもかわいそうでした。住むところも食べるところもないんです。これが去年の状態ではありましたが、中国ではですね、すべて何か政府自身が何かをコントロールできるという自信があるんですが、 そのバーコード、健康コードといいますけれども、どこにいてもですね、地下鉄、えー、百貨店、スーパー行くときに、生体、携帯代でですね、あのバーコードを読み取りますけれども、それが自分の動き、追跡できるというふうに、えー、やっているんですが、ただしですね、その効果があればですね、今はもう閉鎖しない状態になるはずですよね。やはり効果はないっていう意味ですね。 次ですが、台湾の TSMC の株価もですが、大変利益がありましたで、ありましてですね、中国のアリババを超えました。6000億ドル、アメリカドルを超えました。連続数年間収益が増えてきています。世界で第9位の株式市場に上場される大手企業になりました。今年の株式市場はオープンになってからですね、1週間ですが、台湾の TSMC は世界に注目されています。もともとですが、この TSMC は、ハワイのおかげですと、ハワイからの注文がないと、台湾の半導体は無理ですよと。 このような情報、去年ですね、フウェイがアメリカに制裁される頃にですね、よくありましたが、当時私は言いました、関係ないですよと、フウェイからの注文がなくても、すぐに他のメーカーの注文が入りますよと、大丈夫ですよと、これでわかるのは TSMC の半導体はとても人気です。そして強いですね。中国ではいつも国の代表、 すする企業ですねエネルギー関係などですが、重工業などですが、実は今はもうダメなんです。特にあるのは、機械加工の設備ですねあの。加工する機械ですが、工作機械ですね。もう崩壊されています。信用の機械加工の設備は今はもう倒産しています。 台湾はデジタル半導体の競争力はですね、すごいと思います。去年の1年間ですね、みんな外国、中国も同じですが、病気の対応で大変の1年間でした。台湾はコロナウイルスの影響はほぼないんです。映画館も影響ないです。飲食店も影響はないんです。そして経済も成長しています。台湾のやり方は本当にすごいと思います。 そして中国から一部のメーカーが台湾に戻られましたね。台湾では土地が足りないようになってきています。次ですが、マスク、テスラの社長ですが、世界の番長、一番お金持ちの人になりました。テスラの株価はアマゾンを超えました。以前でしたが、えー、マスク、 の話ではですね、少しで破産するというところでしたが、あと2ヶ月か3ヶ月で破産しますと。そして社長はですね、アップル社に行きました。自分の企業ですね、テスラを買ってほしいとお願いしたんです。しかしアップル社はやはりもういらないと断れました。今マスクはですね、もう偉くなりました。でもマスクはですね、ある ビジネスインサイダーの取材を受けましたが、マスクの発言を受けてですね、私はどうかなと思いました。マスクは言いました。私は中国の政府、官僚と付き合って話をしていて、たくさんの交流がありました。中国政府は中国の国民の福利厚生をとても気にしています。アメリカの政府よりも責任感の強い政府だと感じました。 中国の官僚と会談するとき、中国の政府はとても国民は自分への評価を気にしています。この政策は国民に本当に良いのか、本当に有利なのかを中国の政府はとても気にしています。中国の政府は少し独裁的な政権です。でも国民のことをとても大事にしています。アメリカに行って、中国に行って、 見るものは違います。中国に行ってから分かって中国の官僚はとても国民を大事にしていますと。しかし、ここで記者はすぐに反発しました。でも中国の官僚は人権を無視していますよ。平等、高平な環境はありえないですと。マスクの発言が北京にそのまま流れました。 ピッキーの外務報道官はとても喜んでいました。記者会見で言いました。マスクの評価はとても客観的ですと。なぜなら上海に工場を持っていますから。そして第二工場ももう少しで稼働できるようになります。中国の共産党は設立の初日から人民への貢献は大前提にしています。 国民の生活のレベルをアップしてもらうのは我々の責任です。そして国民が最優先です。これが共産党の基本です。国民の支持があって共産党は勇気があり、どんなコーナーに対しても挑戦していきます。つまりですね、マスクはスピーカーを中国のスピーカーというのは宣伝するスピーカーですね。 中国の外務報道官に渡しました。宣伝することですね。とても皮肉ですが、マスクの発言は、マイクロソフトのビル・ゲッツを思い出しました。意外にですね、中共はアメリカでは人気あるんですよ。もちろんですが、まあ、洗脳されたり、利益があるから、中国の政府に対して、まあ、ゴマを吸っていたりいたりとか、あるいは武士道で操作されているとか、それはありえます。 でもわかるのはですね、我々はこの世界でいろんな気に入らないことがやはり出てきます。変動も激しいですね。マスクはね、もう一番お金持ちになりました。そして中共を宣伝するようになりました。そして中共はこれを利用してさらに宣伝します。やはりいろんなことが起きていますね。最近ですが、中国ではチップの値段がかなり上がってきています。 1>, 1月6日に関連企業の話では全てのチップに対して10%の値上げです。10%から30%です。チップの値上げの原因は2つありますが、1つはアメリカからの制裁ですね。特にハイレベルのチップの製造は難しいです。チップの量が、 足りないので値段が高くなっています。チップの値段が上がると、チップを使用、使われる商品の値段も上がります。今の時代では、チップはとても大事です。デジタル製品の心臓だと言われていますが、中国の輸出では、デジタル商品の輸出はとても多いです。そして、付加価値が高いです。つまり、利益が多いです。もし、 デジタル製品の値段が上がると中国製造のデジタル製品は国際市場での競争力が弱くなりますデジタル製品だと言いますとスマホマウスキーボード液晶などですね今の電化製品はほとんどチップが入っています中国の国内ですと 物価の上昇です。すべての商品は多分上がってくると思います。今はもう上がってきていますが、ガソリン、石炭の値段が上がると、エネルギー関係ですから、すべての値段がついでに上がってきています。原材料、石油、鉄鉱石は今になるとですね、もう半導体になってきます。つまり、これから中国の商品の値段が高くなります。インフレですね。 輸出ですとデジタル製品の影響もあります。中国は現在世界でですね、チップの輸入の大国ですが、2019年でしたが、中国のチップの自給自足の率は25%でした。ほとんどのチップが輸入しています。テスラですが、この前の動画でもありましたが、この2、3年以内ですね、 電気自動車を代表的な存在になります。これは仕方ないですね。やはりテスラは前からこの市場に参加しました。でもこれからは難しくなってきます。日本の自動車企業、ドイツのベンツでもですね、電気自動車の領域に参入します。日本とドイツは動くと電気自動車の領域に入ってくるという意味ですが、もうかかっても2、3年ですね。テスラは 今のようなマーケットの環境ではもうないですね。電気自動車での競争が激しい時代にこの2、3年でなってくると思います。これから見たいのはテスラの市場のシェアを見るのではなくて、例えばいくら売れた、何台売れたとか、もう関係ないですね。なぜかというとテスラは もう市場に先に売り出したっていう意味ですね。やはりこれから見るのは先進的な技術なんですね。例えばテスラはもっと素晴らしいバッテリーを使用できるようなソフトを開発,開,発開発できるかどうかですね。やはりテスラはバッテリーを製造していませんので、 例えばですね、自動運転などですが、日本とドイツの自動車は、やはり伝統的な自動車メーカーですね、とても強いです。ある意味ですね、テスラは台湾の半導体業界を引っ張っているとも言えます。たくさんのチップを使いますが。でもですね、これからですね、台湾がもし日本であの工場を作ると、やはり日本にとっても有利ですし、台湾にとっても 有利ですね、えー。そうすると原材料は日本で現地調達できますしでそのまま調達して封、えー、をするとそうすると日本も、うん、よくなりますね台湾も、えー、よくなりますし非常にいいと思いますなのであの、ね、あのコメントではですね台湾の安全とかはありましたけれども安全は 多分大丈夫だと思いますよ。中国はそこまでの口では強いだけですが、そこまでのね、あの力は出せないと思います。<laughs> 今のところはですね。それでですね、私もこの間考えましたが、入院の時ですね。で、あの、やはり料理のチャンネルも必要ではないかなと思います。やはり、あの、料理を作る男っていうのはですね、 あの仕事を別にしてですね料理人はとても素晴らしいですが私は料理人になることはできませんでしたがやはり料理が好きな男であの大体ではありますが優しい男性が多いんですねと言われてありますそして中国ではですね、あの家事とかあの料理できない男性はねなかなか結婚難しいんですよ それがもう小さい頃から言われてありますが、なぜかというとですね、やはり女性が少ないっていう現状ではありますので、あの、なかなかね、男性は結婚の相手っていうのがね、難しいですので、で、それできっかけとしてはね、あの、一回、二回、えー 動画をですね。撮ってですね。あげてですごい勉強になりました。とても例えばで例えばですね、えー、酢豚ありましたが、その酢豚の中にですね。野菜を入れても良かったと思います。 実際的に。えー、例えば、えー、玉ねぎ、人参。で、パイナップルもね、コメントではありましたが、非常にいいと思いますね。パイナップルも、えー、酸っぱくて甘い甘みもありますので、非常に合うと思います。合うはずなんですよ。ピーマンとか。そうすると、色とりもね、あの、色がね、綺麗に見えますので、人参とか。絶対いいと思います。なので、私はあくまでも、 まあ中国ではあのそういう風に作りますよと言いますが実際的には皆様からのアドバイスねそういった、えー、料理の仕方も教えていただいています勉強にもなりましたそれで、えー、次の質つでしたらねあの家では作る時にそういった材料を入れていきますそうすると子供もですね喜んで野菜ピーマン嫌いであっても多分ですねあの食べてくれますなので次は野菜を入れていきます、えー、そういった え、コミュニケーション、交流ですね。もう非常に大事ではないかなと思います。料理もですね。基本は料理好きな方、あるいは美味しいものを食べたい方は、みんな良い生活していきたいっていう気持ちが強いというふうに思います。やはり食べ物に対して興味がないとね、あの、面白くないと思います。食べ物に対して良い食べ物を食べたい。 美味しいものを食べたいっていう考えが非常に大事だと思います。やはり、えー、形態的にでじゃなくて心の余裕が大事だと思いますね。心の余裕があればやはり美味しいものを、えー、食べたいっていうあの気持ちになってくるはずなんですね。気持ちの余裕ですね。やはりあの あの、多分、美味しいものを食べても、えー、元気になりますし、そして、美味しいものを食べてもらうのが大事ではないかと思います。例えば、これからですね、親戚とか集まってきますけれども、これからですね、あの、当然ですが落ち着いてですね、これからはもう良くなっていくわけですから、ワクチンも出ていましたので、良くなっていくだけなんですよ。なので、親戚とか、お友達とか、えー、お子様とか、孫さんとかね、集まった時に、一つのメインの利 料理を作ると、なってくると、やはりね、美味しく食べてもらおうという気持ちが大事ですよね。食べてもらって嬉しいですよね。えー、達成感というかね、美味しい料理を作って、美味しく食べてもら,もらうのを見て嬉しいですね。私はそれなんですね。えそうすると、えー、料理を当時でですね、あの通じてタコさんのコミュニケーションもできると、いうふうに思います。 そして、美味しい料理は作ります。でも、高い食材を使ってですね、美味しい料理を作れるっていうのは当たり前ですね。で、普通の食材、一般的な、えー、市場に出かけてですね、いわまあ我々で言うと、市場ですね、行って、買える食材で作れる、調理できる料理、美味しく作れる料理ですね。それで美味しく食べれたら、もう十分かなというふうに思います。高い食材を使って、 美味、えー、しい料理を作れるのは当たり前ですね。それはもう別にあのそこまで追求したくないというふうに思います。あく,あくまでも一般的な食材で十分だなと思います。それで、えー、皆様とですねあのや、やっていきたいというふうに思います。なので次のチャンネルは、えー、元山料理っていうものをチャンネル名にしたいと思います。 よろしければそこをを登録をお願いいたしますその元山っていうのは私の、えー、大学の教授先生の名前名字ではありますので、えー、いつの動画でいたことはあると思いますが、えー、すごい、えー、人生の先生ではありました、えー、その方は今はもう亡くなりました、えー、その名字をですね記念として、えー、動画で使わせていただい,たい,ただいております、えー、ありがとうございました